ジンはまた出張か。ドアから戻ってすぐ出てったよ。その荷物は？うん、大家さんに毎月のご連絡と一緒にお土産を。何がお好きか知らないからいろいろ送っちゃうの。会ったことないって言ってたっけ。そうなの、住所も支所箱しか知らないし。へえ。ケーキごちそうさま。もう行くの？それ郵便局に持ってってやるよ。俺も送るもんあるし。これから報告書をそちらに送って、今夜にはスイーツ区に入ります。そうそう、報告書と一緒にロッタからの土産も届きますよ。お楽しみに。それとどうやら王子の手の者がロッタのことを嗅ぎ回ってますね。シーンはますます巻き込まれつつありますよ。大丈夫です。この前みたいに心配して電話をよこすのはよしてくださいよ。では。それ使えるの？電波が飛んでないから使えない。ねえ、触ってもいい？おお、なあ、金出すから次来るときああいうの買ってきてもらえるか。スイーツ区では法律で禁じられてるね。いくら出せばいい？お金があってもね。じゃあ何と引き換えだ？タバコかな。タバコだ。初めて見た。飯を食うなら自分のテーブルで食え。外部の人間には近づくなと言っているだろう。こういう場所に来るのはやめていただきたい。美味しそうな匂いがしたもんで、ついね。副課長、予定の時刻を過ぎてもご到着がないのでお迎えに。君はここに来て何年だったかな？4年です。長いね。ここは難しい土地だから適任者は少ないし、担当の駐在が長くなりがちだ。暮らすには不便だろう。区民以外は買い物や食事だって決められた場所でしかできない。区内に外部の空気を持ち込ませないためにね。古き良き伝統を守るといえば聞こえはいいんだけど、区民はどう思っているのか、それもよく見えないな。不思議な区だ。ここの前はドーワークだったよね。比べてどう思う？閉ざされてますね。ドーワークは行き来も自由です。ここは出入りの手続きも面倒だもんね。バードンにはずっと戻ってない？ええ。おそらく来期には君も異動になる。そうですか。ここにしろドーワーにしろ、地元との折り合いの難しい要所ばかりだ。俺の後を任せられるのは君だと思うんだけど、俺の移動願いがなかなか受理されなくてね。私には無理ですよ。あなたみたいにうまく立ち回れない。上層部とね。
本部への連絡はそこのパソコンを。使用でしたらそこのお電話を。不便だね。限られた場所でしか通信ができないのは。今回の視察の工程表です。それはこちらが決めるといつも言ってるけど。明日は朝8時にお迎えに上がります。タバコはご遠慮ください。本部の監察課が地元民と接触していたとの報告があった。気をつけたまえ。申し訳ありません。今何と？ GE オータスはクーデター派とは関わりない。私はそう確信した。これは私の確信であって君たちに共有してほしいわけではない。ただ私は彼の味方だ。今オータスはどこに？スイツクだ。我が愛しの祖国。あそこは国だよ。一国の土地の中にある独立国だ。次は南署です。少し歩いていこう。ここ北区はスイーツの中でも特に閉ざされた地区です。勝手な行動は慎んでください。閉ざされたね。貴族たちの暮らす地区じゃないってだけで別に危険なわけじゃない。あれは？さあ、盗みでもしたんでしょう。もう2時だ、飯にしよう。この辺に入れる店はありません。私が買ってきます。だったらパンなら何でもいいでしょう。馬車に戻ってください。あれ、さっきの本部の制服だ。クソ、どうする？聞かれたぞ。動くな。話を聞かれたからにはこのままにはできない。話して。とぼけるな。クーデターの話だ。そこで写真を撮っておられたところは見たんですが。このまま二度と姿を現さないでくれるなら大いに結構なんだがな。人員を渡す。どうかしてるぞ、あんなの連れてきて。ここは大切な集会場だぞ。クーデターのことを知られたんだ。連れてくるしかないだろう。まずみんなに相談すべきだった。ビスキュイに叱られたって知らないよ。ビスキュイ、本部のやつを捕らえたって。ビスキュイ。君か。厄介なのを連れてきたもんだ。ビスキュイ見ろ、こいつの持ってた機械に写真がいろいろ撮ってある。それは頼まれて。これ集会場のあたりだぞ。俺たちのことを探ってる輩がいるのか。どうすりゃいいんだ。みんな静かにしろ。知られた以上はただで返すわけにはいかない。お兄ちゃん、スイーツの写真送ってって頼んだのにな。まあ忙しいのよね。ごちそうさま。見失った。申し訳ありません、白玉クリームあんみつなるものが美味しくてつい。バカ者、その程度のものはドアにもある。副課長ですか？特に連絡はありませんよ。何かありました？いや、また連絡する。くそ、どこに消えた？落ち着いてるな。君たちの雰囲気がさ、緊張感を与えない。お遊びでこんな集まりをやっていると、俺たちがここスイーツを変えたいと思っていることに偽りはない。この国はおかしい。国というのはスイーツ区のこと？ここは国だ。ドーアーという一つの国家にありながら、ここまで閉ざされた土地があるか。いくら自治制といったって、
100年近く何も変わらず、俺たちはスイーツをドア王国スイーツ区にしたいんだ。やっぱり長官や本部長たちが言うクーデターとは違うみたいだ。クーデターって区長を選挙するつもりか？そうだ。選挙して何を要求するんだ？要求は2つある。1つは交通網の自由化。他区へ自由に行き来できるようになればこの区は変わる。それを望んでる人間は多い。もしそれが叶ったら、君たちの改革に協力したいって人たちを紹介できるよ。逃れようと思っていい加減なこと。嘘じゃない。ホテルのアタッシュケースに預かり物がある。アッカスイーツ支部向かいのホテルの301号室。もう一つは中央議会スイーツ区代表ブールの解任だ。アッカは政治と切り離されているからピンとこないか。中央議会ってのはドーアーが地方自治制を取った時に定められた制度だ。区の代表が一箇所に集い、13区の特性を生かしながらより良き国づくりを進めるというのがその理念のはずだ。これまでの100年、他の区が周囲とバランスを取りつつ積極的に区を発展させてきた中、スイーツだけは違った。伝統と格式を守るという貴族どものせいでな。そんなスイーツの悪しき風習を変えると立ち上がったのがブールだ。同じ平民でありながら爵位を手に入れ、スイーツ区の代表にまで上り詰めたブールは俺たちの期待の星だった。なのに議会のあるバードンから奴が里帰りしたのはゼロ回だ。スイーツを変える？戻りもしないでどうやって現状を知るんだ。結局ブールは地位と名誉が欲しかっただけだ。パスティス長官は何度もここへ帰省しているようだけどね。奴は政治家じゃない。スイーツを変えようなんて鼻から思っちゃいない。伝統と格式によって築き上げられたこのスイーツという国が好きなだけだ。奴は貴族だから。今パスティスはいい。だがブールは引きずり下ろす。この区のために新たな代表を立てるんだ。いやあ、これはパスティス長官。ほう、あなたもここに出入りされていたとは、ブール議員。もちろん、バードンに暮らす有識者のたしなみですよ。最近スイーツには？先日戻ったところです。自家用ジェットで。おお、いかがでしたかな？変わらずですよ。美しい国だ。同感ですな。ではまたいずれ。リエリウム区長、バードンにいらしていたとは。中央議会に用がありまして。ならば弟さんを誘ってくればよかった。弟はこういう場へ来ませんよ。確かに彼にねだられたんでしょ。ここの会員になりたいと。ええ、愉快な男です。フラワーク一のリーリウム家の紹介とは鼻が高そうだ。ただスイーツに戻ればガラリと変わる。あなたは伯爵、彼は男爵位を買い取った平民。彼は一度も戻っていない。交通局の記録は筒抜けですから。でも彼は戻らない方がいい。戻れば袋叩きだ。国を変えると言ってね、変わったのは己だけ。縄を解いてやれ。ディスキー、戻ってきたぞ。うちのマンションに住む実業家のほとんどがスイーツとの取引を望んでる。区の解放に向け一役買ってくれる人は多いはず。金で全区を動かせる有力者揃いだ。どうしてこんなことをしてる？おだちんにタバコをくれるんだよね。これがそうか。部屋のドアの隙間に差し込まれてあったそうだ。ビスキュイ。どうした？すまない、人を一人探して。オブラ、どういうことだ？計画のことを知られたから捕まえた。お前大変だ。西区の集会場が悪化に挙げられた。
逃げ延びた連中がこのままじゃ全地区の集会場が抑えられるって騒いでて、今夜中に動くつもりだ。勝手な真似を。区長への侵入を許すな。歯向かう奴には武器を使用してよい。どうするリスキー。もうやるしかない。そうだ、やるしかない。仕方ない、俺らも行くぞ。皆同士つけ。このスイツ区におけるクーデターって幾度となく繰り返された区と平民たちとの戦いなんです。バードンでのブール議員の様子を彼らに流しているのは君だな、ウォーブラン。観察家が心配です。裏道を通っていきましょう。裏道にも人が流れてきました。気をつけてください。副課長、どこです。おい見ろ、こいつ悪化だ。紛れ込みやがって悪化なんて相手にしてる場合じゃねえだろ。敵は区長だ。そうだ、行くぞ。副課長、ご無事ですか。大丈夫、しばらく落ち着くのを待ちましょう。ああ、遅くなってすみません。観察課は無事でした。あの一帯は立ち入り禁止になったのでしばらくは戻れません。今はいいや。彼らの様子を見てきたんだろう。どうだった。逃げ延びた連中もいますが、中心にいた者たちは皆捕まりました。ビスキーも。彼はアッカの人間だ。はい。ウォーブラ、君は加担者になる。このスイツクに駐在して見えてきたんです。この王国には自分の知らない影が存在するということに。平和ということになっているだけなんだと。あなたはこの国は平和だとよく口にします。視察のたびにこの区の現状を目にしてきたはずだ。どこが平和なんでしょう。区民の思いを感じ取る機会がなかった。そうです。ここはアッカという存在が他の区とは違うんです。アッカのスイーツ支部に勤める人間はほとんどが平民の出ですが、上層部は下級貴族で占められています。奴らは皆区長に勤める上級貴族の言いなりなんです。過去にもクーデターが摘発されたことはあります。しかしその事実が外に漏れることはなかった。これがスイーツ区なんです。私はここでビスキュイたちに出会い、クーデターを成功させてやりたいと思ったんです。危なっかしい連中ですが、この区への思いは本物だ。残念ですよ。長期駐在は君にとって都合が良かったわけだ。私はクビですね。このまま逃がしてもらえませんか。一度区外へ出てしまえば二度とここには戻ってこられない。無事だったか。女子供たちは。みんないる。よかった。観光令を敷け。本部の監察官には。自殺のタイミングと重なるとは。支部長、どうなさいますか。ジーン・ウォータス、彼とは揉めたくない。ああ。私が話そう。ここに呼びたまえ。はあ。どうせならこれとは別のクーデターについて伺いたいところだがな。この一件、外に持ち出さないでいただきたい。観光令ですね。首を縦に振ってもらうまで外へ出すわけにはいかない。タバコを吸っても。貴様。構わん。
外に持ち出さない代わりにこちらから条件を出しても伺おう。今回のクーデターで捕らえたものの解放。よかろう。今回だけは見逃そう。しかし首謀者であるACCA局員、奴は解雇する。それはそちらの問題なので。クーデターの鎮圧を命ぜられたACCA局員の中で民衆に武器を使った者はいなかった。局員たちも親兄弟を傷つけることはできなかったんだよね。この件は外には出ない。つまり本部に報告はない。君の肩書きも変わらない。来期次の任地が決まればここを離れることになります。彼らはまた立つ。この区を変えるまで私はそれを見届けたい。今回の視察、残念ながら君への評価は最低点だ。君はリーダーとしての責務を果たしていなかった。俺の視察中、君は仕事そっちのけでこの区のことに思いを馳せていた。窓の外を眺めてね。俺の後を任せられるのは君だと言ったが、やり直しだ。今回の件でこの区はさらに難しい土地になったから、君は継続だ。オーブラ、残れるのね。やった。オーブラ、よかったな。オーブラ、そうだ、オータスはスイーツでもタバコをもらったと報告があった。待ってくれ、会って話すことはできないだろうか。お疲れ、ジン。お前が何をしたか俺は知ってるよ。次回ACCA13区観察課、視線の先、重なる足跡。君はここに来て何年だったかな。4年です。長いね。ここは難しい土地だから適任者は少ないし、担当の駐在が長くなりがちだ。暮らすには不便だろう。区民以外は買い物や食事だって決められた場所でしかできない。区内に外部の空気を持ち込ませないためにね。古き良き伝統を守るといえば聞こえはいいんだけど、区民はどう思っているのか、それもよく見えないな。不思議な区だ。ここの前はドーワークだったよね。比べてどう思う？閉ざされてますね。ドーワークは行き来も自由です。ここは出入りの手続きも面倒だもんね。バードンにはずっと戻ってない？ええ。おそらく来期には
君も移動になる。そうですか。ここにしろ。どう、ジンはまた出張か。ドアから戻ってすぐ出てったよ。その荷物は？うん、大家さんに毎月のご連絡と一緒にお土産を。何がお好きか知らないからいろいろ送っちゃうの。会ったことないって言ってたっけ。そうなの、住所も支所箱しか知らないし。へえ。ケーキごちそうさま。もう行くの？それ郵便局に持ってってやるよ。俺も送るもんあるし。これから報告書をそちらに送って、今夜にはスイーツ区に入ります。そうそう、報告書と一緒にロッタからの土産も届きますよ。お楽しみ。それと、どうやら王子の手の者がロッタのことを嗅ぎ回ってますね。シーンはますます巻き込まれつつありますよ。大丈夫です。この前みたいに心配して電話をよこすのはよしてくださいよ。では。それ、使えるの？電波が飛んでないから使えない。ねえ。触ってもいい？おお、なあ、金出すから次来るときああいうの買ってきてもらえるか。スイーツ区では法律で禁じられてるね。いくら出せばいい？お金があってもね。じゃあ何と引き換えだ？タバコかな。あ、タバコだ。初めて見た。飯を食うなら自分のテーブルで食え。外部の人間には近づくなと言っているだろう。こういう場所に来るのはやめていただきたい。美味しそうな匂いがしたもんで、ついね。副課長、予定の時刻を過ぎてもご到着がないのでお迎えに。Never fool, gotta stay cool, smoke another cigarette. Whatever you believe in now, conflict, observe it every little bit.